モーターサイクルウェアにとって大切な安全性や運動性、快適性、これらの要素に対し今も進化を続ける RS 太一レーシングスーツに、レザースーツでは初となるエアバッグシステム T ラップスを装備したニューモデルが新登場。 T ラップスは RS 太一のハイエンドモデルとなる GP MAX シリーズに装備された画期的なレーシングスーツで、特に頭部に大きな衝撃を受けるような転倒などで頸椎や脊椎が受ける衝撃を和らげる目的で開発されました。エアバッグシステムは転倒後ライダーと車体が一定の距離を離れることによって作動し、作動後の取り外しも瞬時にできるため再スタートもスピーディーに行うことができるシステムです。従来はレーシングスーツへの装着が難しかったネック周りのプロテクション機能を飛躍的に向上させることに成功したモデルといえます。システムの作動時にはネックサポートに収納されたキーボックスから2つの気室にガスが充填され、作動後の気室は後方に押し上げることで簡単に取り外すことが可能です。T ラップスの作動後は適切なチェック、メンテナンスチェックを経て異常がないことが確認できた場合に限り再利用が可能です。システムを再セットするにはまず使用後のボンベを取り外し、気室に残ったガスを抜きます。キーボックス底部の穴にセッティングボルトを入れ、キーボックスの穴が中心に来るまでボルトを締め込んだ後、ワイヤー先端のキーボールを装着します。キーボールが奥まで入ったことを確認し、セッティングボルトを抜き、ワイヤーを強く引いて正常に装着できたかを確認します。新しい T ラップスボンベを装着し、エアバッグユニットをスーツに装着します。襟元のカバーに気室を収納してセッティング完了です。エアバッグの作動後、気室や伸縮ワイヤーなどに異常がなければ再セットによる使用が可能です。 T ラップスレザースーツはカラーオーダーやサイズオーダーの際にオプションとして装着可能な装備で、 RS 太一ウェブカラーオーダーシステムにてオーダーが可能です。それではこれからも安全で快適なモーターサイクルライフをお楽しみください。